こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ボサノバをやっていきたいんですが、速いテンポのボサノバ、まあサンバみたいな感じのリズムになった時に、どうやって叩けばいいんですか、このプリントはもらってるんですけど、みたいな人がちょっといたので、これって、まあ右手全部8分だから、アップダウン使っても、まあこれぐらいが限界だしですね、僕はね。もっと早い人いますけど。という形で、これ以上早くするにはどうすればいいんですかっていうことで、一番下に僕これつけてあるんですけど、チチチンでやる。要は、チチチチじゃなくて、チチチン、ここで一個抜くってことですね。なので、足が、左手がない場合は、チチチ、ハイハットと、ここが一緒になって、手が上がって、で、足だけ。で、チチチチチンチチチンチチチン、これチンチチで書いてる。まあ教本もあったりしますが、これでももちろんそれも僕使いますけど、最初に練習するときにこのタタタン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 ってグルーブが結構ボサノバサンバでは僕はあると思っていてね、ジャズの方ではね、ジャズはベースがトゥンツトトゥンツトトゥンツトトゥンって弾くから、これで左手がいろいろ自由にできればいいと。で、まあ、A の場合は、チチチンの時のここに両手とハイハットが一緒になって、で、足だけ。これが A ね。で、B は、はい、この左手のスネア1個ずれる。ドタチ、ドドタチ、ドドタチ、ドドタチ。で、まあ、A と B ができれば、この A と B を組み合わせたのがこの1番になります。なので、あと、かなり早くできるますよね。だからスペインとかそういったところのあのソロのとこ。タバララベリディテ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 ィリー。全然、ま、あの、これ両手、これでいこうと思って。全然いかへんやん、みたいな感じですね。で、そしたら、カツカツが入ると。で、まあ、これね、品質のやつを使ったんだけど、これと、カツカツ、カツカツ、カツカツ。で、この C と B を合成すると、A の。っていう風にね。そうすると、この1と2を交互にやってもうかなりサンバっぽくなると思うんですね。で、この3番、カツツカツツカンが、カツツタ。まあ、こればっかりやる。これ、バソラと左手が一緒なので、なので、この D と、A を構成すると3番ができますよね。歌、歌っていうのが、裏、裏っていうのができると、そうすると、ね、歌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 、ね。最初、ここと、スネアと、ハイハットとライドが一緒で、で、ここが一緒と。せーの。まあこういうふうに裏裏っていうのが来るのと、そうすると裏裏とこの A を組み合わせると、もう初心者の方はもうこの4つを組み合わせるだけで、もう十分な感じじゃないですかね。なので、これ、この4つを組み合わせるといいんですが、特にこの4つの中の、タツツタツクタンツクタンツタンと3番と1番を合成すると、これがよくある。教本に出てくる。で、これはなかったですか？表と裏を行ったり来たり。表表、裏裏、裏裏、表表。要は、C、E、E、C を繰り返すと、という具合に、練習してもらうと、
このプリントできるだけかなり攻略してしまえるんじゃないかなって僕は思ってるんですが、これは僕がまとめたやつですね。これ以外にも左手をシンコペーションブックでやる。要は、っていう風にやれば全然いい感じがしますね。では、シンコペーションブックはまた、次回に、持ち越してシンコペーションブックの練習の仕方をやっていきたいと思いますが、今日はこのプリントの、早い3番の一番下の段をうまいこと使って、このチチチンを全部ここに全部対応させればうまくいきますよと。大阪さんはね、この3番のノリってこのタンボリンはタタンタなんですよ。で、タタンタって早くならないよね。タタンタ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 タンタで聞こえるとダメで、うん、パパパ、パパパ、パパパ、うん、タタタ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 、タタ、大阪さんこれめちゃくちゃ早くて。で、すごい3番のノリになるんだけど、むちゃくちゃ難しいんで、僕はいつも後回しにしながら、今日に至っておりますので、ちょっとまた練習してビデオ作ろうかなと思いますね。YouTube ってすごいですね。これ、自分の練習のモチベーションになるからね。いや、これちょっと練習して、ビデオ作るために練習して。僕は、ここ1年めちゃくちゃ練習しましたからね。というわけで、これのサンバ、ボサノバ、ボサノバからね、サンバのリズムに移行するときの、サンバってまあ基本早く、ボサノバが早くなったものだと、まあ、そもそもサンバが、僕は逆だと思ってて、サンバは、ゆっくりのサンバもあるんだけど、サンバっていうリズムを、ボサノバってこう、ハーモニーをこう、細かくしたら、テンポがゆっくりの方が合うから、サンバを遅くしたもので、ボサノバって新しい音楽でできたって僕は思ってるんですけど、多分そうだと思うんですが、そういう形でね、ボサノ、新しい、これノバってニューだからね、ボサノバ風潮っていう意味だからね、新しい風潮っていう意味で、ボサノバっていうことですね。という、このボサノバとサンバの速いやつ。まあ、これはジャズの人たちが演奏するよくやるやり方ってことですね。なので、ここら辺を練習してもらえば、かなり上手くなるんではないかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。